はい、皆さんこんにちは、こんばんは、キーちゃんでございます。今日はですね、前からずっと溜め込んでおりまして、今日使い切りコスメです。これをやっていきたいと思います。とてつもなく使い切ったものが出てきまして、こんなにあるのぐらい出てきたんですけど、正直覚えてるものと覚えてないものの差が激しいと思うので、こんなもん使った、これこんなだったなっていう、ちょっとだけ触れてやることが多いと思うんですけども、興味ある方は見てってほしいと思います。はい、こちらのチャンネルでは美容を中心としたチャンネルになっておりまして、アラフォーの私が試してよかったな、試してみたいな、スキンケアこれがいいかな、メイクをしてみようかなとか、そういった感じのチャンネルになっております。誰かの参考になれば嬉しいと思います。それではスタート。はい、そういったわけで、これ復帰第1号の動画なので、滑舌もそうなんですけども、言ってることがちんぷんかんぷんになっちゃう可能性もあるんですが、温かい目で見守ってほしいと思います。撮影している間に治ってくるとは思うんですけど、使い切りコスメいってみますね。はい、まずこれです。これはですね、デリケートゾーンの、ソープなんですけども、すごくサラッとしていて、こう軽い洗い心地ですごく好きでしたね。今デリケートゾーンのね、洗剤をまた新たに探しているんですけど、まあこれはね、多分韓国のもので9点であるのかなと思うんですけど、他にも探してみたくてちょっと今探してますが、デリケートゾーンの洗剤だけあって、やっぱりね、優しい洗い心地ですごい好きでしたね。ソフティモホワイトクレンジングです。これはもう結構前に買ったもので、やっと使い切ったんですけど、オイルは最近あんまり使うことがないので、まあやっと使い切ったんですけど、ちょっとこう、重ためのオイルかなっていう感じはあるんですけど、スルッと落ちて。だけど、重いオイルなんだけど、洗い流すとさっぱり感があるので、すっごい濃いメイクした日とか、ウォータープルーフでちょっと落ちなさそうって感じの時にはいいかなって思いました。これはね、ダブルクレンジングと洗顔フォームのやつです。洗顔とメイク落としがめんどくさい、一個一個やってらんないという時に、やってらんないっていう激疲れの時に使っていたものです。これは泡立ちも良くって、メイク落ちもまあ良かったので、またリピートでもいいかなって思いました。またこれも同じです。アクアジェルですね、これは。ジェルのやつで。で、洗顔もね、できちゃうんですけど、泡立ちタイプも好きなんですけど、こうやってジェルだけで落とすと、なんかダブル洗顔しそうなんですけど、私これだけで全然良くて、一応ティースプーン2杯分ぐらいを出して使うんですけど、伸びがいいのでそこまで使わなくていいかなって感じがありました。ウォータリークレンジング。これもメイクと洗顔のやつ。どうだったかな？全然覚えてないんだけど。とにかく楽だったのは覚えてます。前2つ出したやつと同じ感じで使えるので、オイルのような、ほんと覚えてないな。どんな感じだったかな？そう、軽い使い心地だった気がする。そんな感じでした。すいません、覚えてない。素肌さんのプロフェッショナルエステタイムミストっていうもので、ね、とりあえず出てきて、何もしない前、化粧水で整えとかする前でこう、かけられるぐらい、こう、ね、簡単にこう、顔にピシュってできるんですけど、私ここの素肌さんのアンバサダーを、やらせていただいたんですが、契約が満了しまして、6ヶ月間、半年間やらせていただいて、ほんと素肌さんの商品って、エステで使うような高級なものばっかりで、やっぱりね、使った日は違うっていうのをすごく思いました。これは本当に気軽にこう使えて楽だったし、とにかく水分を保湿するのにもう、シュワ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 っていうのが、とっても気持ちよくて、でこればっか手に持ってかけてた気がします。また素肌さんとね、ご縁をいただけたら嬉しいなって思います。そしてディープ2031のミストローションです。これはスプレーのとこがちょっとね、こうあんま出てこないんですよね。こうプッシュはすごいできるんだけど、あ、ちょっとまあ出る、細かいんですよ、霧が細かいから、何度もプッシュしないとちょっと出ないから、
なんだろう、何回も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 こうシュッシュシュッシュしてた記憶がありますが、使い心地はとても良かったです。これはセラムです。美容液です。とろみが少しあって、こう顔にのせると結構馴染みが早いから、スキンケアが時短になった気がします。はい、これね、使いやすい美容液だなとは思いました。こちら、ブライト C10 エッセンス美容液です。これはもうあのビタミン G が入った美容液で、使い心地は結構なんかオイルな感じかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、悪くなかった。全然でもあっという間に使い切った記憶です。はい、そしてシャンプーです。ナローのなんか垂れてるけど、ディープモイストトリートメントとシャンプーです。このナローさんのシャンプーはもう一つ水色の方もあるんですけど、このねシャンプーすごくよくって、サラサラになります。このナローさんのオイルとか洗い流すトリートメントとかいろいろあるんですけど、全部よくって、水色より私ピンクの方がこう使ってるんですけど、とにかくサラサラになるし、洗い心地もさっぱり、こうキシキシ感がなく使えるので、あと優しいリラックスピオニーの香りっていうやつなんですけど、すごいね、匂いもね、心地よい、いい匂いで、すごい好きでした。これ実はもう一本あるので、また使うので、いつか出てくると思います。これも使い終わりました。花王素の、化粧水と美容液なんですけど、まあ朝のスキンケア専用で使ってはいたんですけど、なかなか使い切らなくて、結構長い期間使ってたんですけど、朝の保湿にいい感じなぐらい軽い感じで使えた記憶があります。なんといってもこうパッケージがすごくおしゃれで、こう置いておくだけでなんかこうね、なんか綺麗だな、おしゃれだなっていう感じはしてます。これはね、ほんと軽い心地、使い心地を、望んでる方向けかなって思います。ズムクリアンって読むのかな？洗濯洗剤です。アイハーブで売っているラベンダーの香りの量がね、いまいちどのぐらい使っていいかわかんなくてあっという間になくなりましたが、ラベンダーの香りが好きな方におすすめです。でもね、あんまりこう匂いが残らないので、まあ匂い重視の方にはちょっと物足りないんですけど、とりあえずオーガニック的な感じなので買ってみました。これも出す必要ないんだけど、カウブランドの無添加保湿バスミルクです。これさ、そのままここ押すとさ、ここに上がってきて量で使えるやつなんですけど、これね、いいよね。お風呂上がった後に保湿感が結構するタイプ でこれ無添加なので、肌荒れが激しい方とか香料が入ったもので荒れちゃう方にはすごく向いていて、でセラミドが入ってるから、そのアンチエイジングじゃないけど、まあそういう方にも考えられた商品なのかなっていう感じはしました。とにかく全身が保湿されるし、低刺激性だし、入浴剤を使ってしまうとこう痒みが出てしまう人とかにこれを使うとすごくいいと思いました。で、冬とかはね、入浴剤入れると結構温まるので、こういうもので香料が入って嫌だとか、ちょっと刺激が嫌だって方にはこういうの、香りはないので普通のミルクな感じなんでいいかなとは思いました。はい、これマナラのホットクレンジングです。これ結構前に使われてるんですけど、ご存知なことは結構、てかほとんど知ってるものだと思うので説明不要なんですけど、乗っけたらすぐにあったかくなってくるんですよね。最初乗っけた時熱っと思って、あったかほんのりあったかいっていうより結構ね、あったかい感じが顔に乗る感じが私はして、だから熱って最初思ったんだけど、使い続けてるうちにやっぱ慣れてきたのかもしれないんだけど、どんどんそれがね心地よくなってきて、でメイクの落ちもいいからすごいいいなって思いました。うん、これ結構持つから好きですね。はい、これです。ダルバさんのpH6.5 っていうものが入ってるクリームです。これね、一時期ハマってて、結構あっという間に使い切ったんですけど、まあ乳液のようなクリームなんですけど、
馴染みが良かったんで、すごく好きでした。これはまたリピートしたいなってぐらいでしたね。ダルバさんの商品結構ね、いいみたいなんでね、またちょっと試したいなと思いました。これ、デュオのザ・クレンジングバーム。スパチュラとかついてて、それですくってね、手のひらで乗せてこう、ね、やつなんですけど、まあメイク落ちはもちろん良かったし、あとそのバームの溶け方が早くて、メイクと馴染んでよく落ちたなっていう印象はありますね。デュオはすごく有名だからね、使ってみたくってちょっと使ったんですけど、安く売ってる時に買って試してみたんですけど、まあまあいいなって感じはしましたね。他の黒とかさ、いろいろあるから試してみたいなとは思いました。歯磨き粉です。これはレモングラスの香りのやつが結構ね、効いてて、起きたてのすぐ寝時にキスできるぐらい匂わないってやつなんですけど、まあ爽やかなレモンの香りが漂って、確かにね、口の中がさっぱりしてるんですよ。で、これを使ってた時期は、確かにね、朝、あるじゃん、なんか不快な感じ？朝起きてすぐの。あれが全くなかった、確かに。あ、これすごいなって思ったんですよ。あ、これまた使ってもいいかもしれない。うん。あと、虫歯予防とか、歯を白くするとか、歯垢除去とか、口臭予防、普通の歯磨き粉と同じなのに、こう、夜ね、歯磨いて寝たら次の日の不快感がないっていうのはすごくいいことだなって。これはレモングラスの香りと普通の無香料だったかなんか普通のがあるんですけど、他にもまた出たかちょっと不明なんですけど、私はレモングラスを使って、本当になんかいい印象しかなかった、これ。うん。また使ってみようかなって思います。で、これは、これあれなんで、フッ素が 1450ppm 入っていて、歯磨き粉の中ではこういうのが入ってると、歯茎とかさ、そういうところにすごくいいらしくって、弱くなってきたね、歯茎とかさ、歯周病とかいろいろなところに効果があると言われていて、歯医者さんがすごく通ってた時だったから 1450ppm 入りのやつで磨いた方がいいですってやっぱ言われてたので、とりあえずこれで磨いてました。私の場合は歯を噛む力がすごく強いので、ガードするようにマウスピースを作ったぐらいなので、歯の噛む力で歯がちょっと隙間が空いちゃってったりとか下がっちゃったりしてるから、ちょっと自分の歯でいられるように3ヶ月に1回定期検診に言ってるんですけど、それぐらいなので歯医者さんがいいよっていうものは使いたいと思って、で 1450ppm っていう歯磨き粉で多分最大入ってるものだと思うんですけど、まあ、そういうものを探して磨いてました。歯磨きって意識してないとうまくできないんですよね。普通にただ磨けばいいとかだとダメだし、ちゃんと歯間ブラシとか使って、このね、歯との間のも取らなきゃいけないし、歯ブラシの当て方とかも結構難しいじゃないですか。斜めちょっとしてこう、歯と歯茎の間を磨くとか、そういう常識的なんだろうけど、意識してないわけですよね。歯医者行ったから、そういうのをちゃんと学んで、最近歯間ブラシでもちゃんとやるしってやってたら、定期検診でもそんなに汚れてないって言われるようになったので、やっぱ何でも学ぶことは大事だなっていうのをすごく思うんですけど、まあそういうこともあって、そのフッ素が 1450ppm のものは使ってます。で、これはちょっとお試しなんですけど、スミズミキラリというもので、これはね、黒い歯磨き粉で、まあなかなかね、黒い歯磨き粉って見かけないと思うけど、ちょいちょいあるんですけど、ジェル状のやつでした。で、使えた後ちょっとさっぱり感がね、あった気がする。そうですね。そんな感じしかちょっと印象がなかったです。で、前回の使い切りコスメで出てきたのは、乳液だったんですけど、これ、化粧水が使い終わりました。N オーガニックです。N オーガニックはずっと憧れてたんで、手に入ったな。使わせていただけたなっていうのを感謝しながら使い切ったんですけど、やっぱ香りですよね。あれ残ってるやん、これ。ゆるいというか、さっぱり感がある
んだけど、香りもすごいいいくて、すごい愛用してました。でも今使い切りコスメで紹介したんですけど、こう見たらまだあるのでちょっと使います。Nオーガニックってちょっとね、私的にはお高めなんでリピートはちょっとできなそうなんですけども、でもまた使いたいですね。これのエイジングケアのね、やつもね、最近っていうか結構前に出てて、そっちも気になるんで、今度そっち使ってみたいなとは思います。とにかく N オーガニックは香り重視なので、アロマ系の香りが好きな方には向いてますね。エリクシールのシュペリエルモイストインクレンズっていうやつで、これはね、朝洗顔にいいかなと思って買ったんですけども、泡立ちは出ない、ただのジェルっぽいやつでこう洗うってやつです。朝って洗顔していい人と悪い人っていうかさ、その肌質によってさ、人それぞれ違ったりするじゃないですか。で、私の場合は、水洗顔をずっとやってきたんですよ、朝。洗ってあげた方がいいのかなっていう。特に夏とか暑い時はあるので、そういう時は泡立たない、こう、負担が軽いのかちょっとわかんないけど、そういうのでちょっと洗ってあげるのがいいのかなと思って買ったんですけど、すごく良かった。これだったら朝これでね、ちょっと軽く洗顔するのもいいかなっていうぐらいでしたね。やっぱエリクシールいいですよね。ユーアグラムのスリムスケッチのアイブロウペンシルなんですけど、これね、すごく書き心地、細かくこう書けるんでいいんですけど、でも量がね、あっという間に使い切ってしまうんですよ。そこがちょっと難点なとこはあるんですけど、書き心地はすごく抜群なので、結構リピートしていました。まだね、今、アイブロウいろいろ使ってますけど、やっぱこれも好きなやつなので、また購入品で紹介する日が来るんじゃないかなと思っております。ほんとね、こんな感じで、まあ皆さん知ってますけど、こんな感じで細いじゃないですか。で、細かく描けるだけど割れやすいのもね、ちょっと難点なんだけど、また出てくると思われます。そして最後なんですけど、2本同時に紹介します。こちらはまあ、韓国製品のやつなんですけど、ちょっと読めません。ココアのやつ、美容液だと思うんですけども、まあ、これも水っぽかった気がするんだよね。うん。ちょっと覚えてないんですけど、普通な感じだったかな。うん。ちょっと覚えてないってことはそういうことだと思います。すいません。本当覚えてないや。はい、こちら、最後です。C エッセンス N。美容液です。これは無料モニターお試ししてくださいみたいなやつなんですけど、これ実は同じものを前にも第1期生としていただいて、第2期生でもいただいて使ったんですけど、こちらビタミンが入っているもので、で、ちょっとなんか刺激が強そうな感じなんですけど、もうほらビタミンが入ってるから、私結構好きでした。1日に2回使っていて、ちょっとピリッと感が最初のうちはあったような気がする。なんだけど、とってもね、顔にはそのビタミンがあっていいって感じがしました。こちらまたね、第3期とかあればぜひ、参加させていただきたいってぐらいでしたね。そんな感じですかね。うん、やっぱりね、私ね、使い切りとね、使う量が多いので、皆さんご存知の通り。すっごい大量のものだけど、やっぱスキンケアが私は結構好きだから何でも試したくなっちゃう人でもあるんだけど、自分で買ったものももちろんあるけど、またお試しさせていただける機会も多いので、なんかいろいろ出てきたんですけど、いい感じで使い切ったかなっていうのはありますね。はい、そういったわけで今回使い切りコスメすごいえらい量なんですけども、ね、1月に入って、2022年になって、1月1日最初から新しいものに変えようと思って、もうあとこんぐらいしかないっていうものだけ処分して、でもほぼ使い切って、これだけ使い切ってますね。確か前回、去年の10月ぐらいかな。にあげてると思うんですけど、それから2ヶ月ちょっとでこれだけ使い切るってね、すごいよね。でも量たっぷり使わないとわかんないから、だからちょっと思いっきり贅沢で使わせていただいてる部分もあるんですけど、これからもね、こうやって
いろんな商品が出てくるんでね、できるだけ覚えてこんなでしたっていうのを伝えられるように、はい、やっていこうと思いますので、ぜひぜひね、長い動画にはなるんですけど、最後までご覧になってほしいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。サブメインのチャンネル登録よろしくお願いします。下の概要欄にこちらの登録ができるものや、各 SNS のフォローができるリンク先が貼ってあるサイトが一つ貼っておりますので、そっちからもね、ぜひぜひ、フォローだったり登録をお待ちしております。はい、そういったわけで、使い切りコスメももう何回やってるかちょっとわからないんですけど、今回は量がすごく多かった気がします。これだけ使ってたのってちょっと私自分でも驚いてて、でもなんか覚えてないものの方が少なかったかなっていう感じはしましたので、これからもね、できるだけ商品を覚えといてこんな感じだったとかっていうのを伝えられるようにちょっと頑張りますので、よかったら見てほしいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。